緒に遊ぶ。むにゃむにゃむにゃ。ミミ、みそぎ、のんきに寝てないで起きて。お願い、緊急事態だから。だから寝ないで、起きてくれなきゃ困る。みそぎ起きてよ。もううるさいな。どうしたの杏花、怖い夢でも見たの？よしよしよし、いい子だぞ。撫でないで。文句が多いな。ん？あれれ、ここどこ？どう見ても外だよね。みそぎはなんでこんなとこで寝てたの？ミミはわかる？はい、ミミはね、お兄ちゃんが大好き。そっか、みそぎも兄ちゃん好き。面白いし優しいから。のんきにおしゃべりしてないで、あとミミはいい加減起きて。もう、二人の方が年上でしょ、しっかりしてよ。はい、ミミ起きて起きて。ほら、お日様の光を浴びると目が覚めるよ。みそぎちゃん、抱っこしないで。ミミ意外と重い。さすが最年長。女の子に重いとか言うのはマナー違反だと思う。本で読んだ。いいよ、でも抱っこするのはやめてね。あったかくてまた眠くなってきちゃう。子供は体温が高いんだって、こないだ兄ちゃんが言ってた。なんでこうみんなマイペースなんだろう。私がしっかりしなくちゃ。それよりもみんな注目、聞いて。明らかに変だよね。私たち安全なランドセルの中で遊んでたはずなのに、気づいたらこんな見覚えのないお外にいるし。本当だね、これ夢じゃないよね。みそぎちゃん、ほっぺをつねって。つねったら泣きそうだもん、ミミ。あと遊んでたんじゃないよ杏花、リトルリリカルの活動をしてたんだよね。ごっこ遊びでしょ。大人がやってるギルドの仕事の見よう見まねだもん。そんなことよりちゃんとお勉強とかすべきだと思う。それなら杏花は参加しなくてもいいよ。みそぎとミミだけでやる。参加したくないとは言ってないもん。私がいないと何やらかすかわかんないし、ちゃんと見守っとかないといけないから。いつもはお兄ちゃんがパパみたいに見守ってくれるんだけどね、最近ちょっと忙しそうだから。そうだね、大人はお仕事とかあって大変だ。また兄ちゃんと遊びたいんだけどな。ミミも同じ、お兄ちゃんに会いたいよ。はいはい、話がずれてるから。そんなことよりどうしたらランドソルに帰れるのか考えよう。難しいことは杏花に任せたい。でも本当にヤバそうだもんね、なんとかしないと。迷子になった時はソルの塔を目印にして動けばいいって言われてるよ。どっかにないかな、ソルの塔。近くにある木や岩が邪魔で全然見えないよ。みそぎ、顔を出しちゃダメ。お外は魔物がうようよしてるんだから、ちゃんと隠れてないと危ないよ。でもソルの塔を見つけないと帰れないじゃん。大丈夫大丈夫、みそぎたち強いから、そんじょそこらの魔物には負けないよ。多分じゃダメだよ。魔物と戦って負けたら死ぬんだよ。
もっとちゃんと考えてから動こう。私たちが魔物と戦ってもなんとかなってるのは、あの人が例のあの怪しげな力で強くしてくれるからだし、魔物を見たらまず逃げろってパパやママに教わってるでしょ。私たちみたいな子供は魔物に勝てないの、普通はね。ああそうだっけ。じゃあ兄ちゃんのことを探そう。兄ちゃんがいれば誰にも負けない。呼べば出てくるかな。おーい兄ちゃん。大声を出すのもダメ、魔物が寄ってくるから。っていうかあの人もこんなところをお散歩してるわけがないと思う。よくわかんないけど今日もみんなにぎやかで楽しいよ。おはようございます、主様。いかがしました？急に飛び起きて。何か怖い夢でもご覧になったのでしょうか？ふむ、私には何も聞こえませんでしたが。寝ぼけておられるのですか、主様。本当に放っておけない方。それよりも、お本、ラビリンスのお二方、主様が寝苦しそうにしておられるので、可能でしたらベッドから出ていただけると幸いでございます。無理かな、だって久しぶりの弟くんなんだもん。弟くん、弟くん、会いたかったよ。弟くんの顔が見られなくて触れ合えなくて、お姉ちゃんの胸は張り裂けそうだったよ。でもあらゆる困難を乗り越えて今弟くんとお姉ちゃんは結ばれたの。ハッピーエンドだね。正気度の低いこと言ってないで、マジで一旦寝床から出てくださいね。まったくもう油断もキスもナッシングですよ。油断も好きもないね、リノちゃん。実際まだお兄ちゃんの記憶はほぼ戻ってないっぽいですから、迂闊に接触したら何があるか分かんないですよ。頭がお釈迦になるかもしれません。私だってお兄ちゃんとラブラブイチャイチャしたいのを必死に我慢してるというのに。自重してくださいお姉ちゃん。無理やり弟くんから引き離さないで、意地悪。お姉ちゃんと弟くんは一生一緒にいるの、誰にも断ち切れない血の絆があるの。私と同じで血はつながってないでしょ。お姉ちゃんもマスターも休眠状態で何があっても対処できないんですから、本当にいい加減にしてくださいね。だってだって寂しかったもん。弟くんが他の女の子とラブコメをしてる間、私は地味な事務仕事とかに忙殺されててストレス山盛りだったの。それは私も同じですってば。一応私たちラビリンスは秘密結社ですもんね。地味な裏方仕事っていうか、裏街道をこそこそ動くしかないのは仕方ないでしょ。まあ何にせよ皆さんが無事で何よりでした。このアジトはまあ安全だと思いますから、ゆっくりしてってくださいね。ほらお姉ちゃん、そろそろ他の皆さんも起きてくると思いますから、一緒に朝ごはんの支度をしましょう。いいけどね、これから嬉し恥ずかしの同居生活が始まるんだもんね。まだまだチャンスはある。お姉ちゃんはポジティブに考えるよ。覚悟してね弟くん、すぐに思い知らせてあげる。お姉ちゃんのありがたみを、人生に必要不可欠な要素とはお姉ちゃんであるということ。はいはい、バカを言ってないで行きましょう。それじゃあお騒がせしました。ふむ、よくわかりませんが
本当に騒がしい方々ですよね。はい、ラビリンスの皆さんは第一印象が悪かったというか、以前いきなり襲ってきた危ない集団だという認識でございましたが、どうも主様とは仲良しなようですし、お兄ちゃんとか呼ばれたりして、見た感じ善良な方たちのようです。もちろん油断は禁物でございますが、まだまだ正体不明ですしね。いかがしました主様、なんだか呆然としておられますね。寝ぼけて現状が思い出せないのでしょうか。では不詳コッコラがご説明いたします。昨日セブンクラウンズのネネカなる人物と接触するため、私たちはその研究施設とやらを訪れたのでございます。その結果なんやかんやとあって研究施設は爆発、私たちはたまさか巡り会えた無意味様のお導きにより一時的にラビリンスの拠点に身を寄せたのでございます。ここまでは覚えておいででしょうか。ラビリンスは秘密結社、そのアジトも小規模なもののようで、大人数で押しかけると手狭になりますから、忍様たちとは一旦お別れしております。あの方たちをあまり我らの因縁に巻き込むのもどうかと思いますしね。どうも忍様たちは大破した研究施設の残骸などを調べたかったようですし、今後も情報交換などをしつつ仲良くしていこうなどとおっしゃっていただけましたね。見た目は怪しげながらもなかなか心よい方々でございました。ふむ、リアボロス、忍様たち、そんな恐ろしげな名前のギルドだったのですね。私過分にして存じ上げませんでした。悪魔と名乗っているのが不思議なぐらい和やかで優しい人々でございましたね。おーい、起きてるか。いろいろ話しときたいことがあるし、食堂まで来てくれ。で、あれ、お前ら一緒に寝てるのか。仲良しだな。あ、いえ、主様の寝起きが悪かったようなので揺すって起こしておりました。さすがによそ様のお家でまで風紀を乱すような振る舞いはいたしません。いいんじゃないか、一緒に寝るぐらい。やましいことをしてなかったんなら堂々としとけ。それよりも話したいことがあるから食堂に来てくれ。ついでに朝飯ができるまで時間あるから、行きがけにラビリスタのやつとも面会させてやろう。ま、あいつずっと眠りっぱなしだから会話はできないと思うけど。荒いな、何もかもが。もっと緩急をつけろ。お前の腕力なら一発ぶん殴れば大抵の相手は倒せるだろうが、当たらなければ意味がないぞ。ほらほら、もっと考えるがいい。脳みそまで筋肉なのか。もっと私を楽しませてみろ、デクノボメ。いやー、いちいち腹立つ。今日という今日こそその透かした顔面をへこませてやるぜ。え、ひどい。大悟くん、女の子の顔を殴るの。え、いやでも戦闘訓練だし、お前が手抜くだって言ったんだろ。さまさま、女の子って年齢じゃねえよね。あ、金庫を言ったな。殺すぞ。おお、剣を振り回すな。こっちは丸腰なんだぞ。当たったらマジで死ぬ。安心しろ坊や、その不愉快なことをさえずる舌を切り取ってやるだけだな。
おい、あんまり暴れるなよ、二人とも。このラビリンスの拠点はラビリスタのオブジェクトの変更とかいう怪しげな能力で作られてるみたいだけど、本人意識不明のままだから壊れても修理できないしな。いつそのオブジェクトの変更の能力が消えて全体が崩れちゃうかもわかんないんだから。おや、おはよう、無意味。無意味じゃなくてノウェムだろ。そう呼んでくれって頼まれてるじゃねえか。人の嫌がることばっかり言うんじゃねえよ。性格が悪いと友達ができねえぞ。生まれ持った性格ばかりは直しようがないからね。けれど確かに礼儀を失していた。謝罪しよう、ノウェム。あ、別にいいよ、もう慣れたし。どっちかっていうと無意味の方が本名ではあるし、あんまりいい思い出もないし、意味がないから無意味みたいで嫌な感じだからノエムって呼んでほしいけどな。それよりもお前ら、もう朝ごはんの時間だから訓練は終えて食堂へ行け。私はお前たちをラビリスタと面会させる。朝飯か、ありがてえ。おばさんにたっぷり訓練に付き合わされて腹ペコなんだよ。誰がおばさんだ。次に同じ単語を口にしたらみじん切りにしてお前を朝食にするぞ。年長者は敬うといいよ、無礼者め。でもなんか意外と仲良しで安心した。お前らやっぱり根はいいやつらなんだよな。知ったような口を聞くね。まあいい、地下監獄から救出され、安全な居場所を確保してもらえたんだ。しばらくはその恩義に報いるためにもおとなしくしとくさ。当分大吾の坊やをいじって遊べば退屈もしないしな。付き合わされるこっちはたまったもんじゃねえんだけど。どうでもいいけど、次からは訓練は他の場所でやれよ。ラビリスタが寝てるんだから。うっかり傷つけでもしたら大変だ。寝すぎると脳細胞が死ぬらしいし、あえて横でドタバタ騒いで起こしてやろうという気遣いだ。だいたいこのアジト狭すぎて訓練する場所がないしな。外には出るなって言われてるしな。せっかく王宮の地下監獄から脱出できたのにさ、結局湿っぽい穴蔵暮らしかよ。まあ私たちは脱獄の罪も追加された上で指名手配ぐらいはされてるだろうし、ほとぼりが冷めるまではここでご厄介になっているしかないだろう。わがままを言わずにせいぜい逆境を楽しもう、坊よ。へいへい、あんたはいつも幸せそうで羨ましいぜ。割とマジでな。なんか変な感じだ、こいつらが一緒にいるのって。おまけにラジラジやラビリスタも一つ屋根の下で暮らしてるとか、以前の私には想像もできなかったな。まあいいや、お前たちこっちに来い、ラビリスタと会わせてやるから。うん、おいでおいで。クリスティーナたちが派手に訓練したおかげで床に破片とか散らばってるから、けつまずかないように気をつけろよ。お前は大事な存在なんだから、怪我でもしたら大変だ。あの、何度か名前は聞きましたが、ラビリスタというのは何者なのでしょうか。昨夜アジトを訪れた際にも顔をお見せになりませんでしたが。まあ秘密結社ラビリンスの親玉だよ。お前らにとっても無視できない重要人物だろうから、ちゃんと顔とか確認しとけ。実際ラビリスタがどこまでアキラと一致してるっていうか、どのぐらい以前のことを覚えていて何を目的にして行動してるかは分かんないんだけど。アキラ、
その名前には聞き覚えがございます。確かセブンクラウンズとやらの。へえ、もうセブンクラウンズって名前にたどり着いてるんだな、お前らも。ま、この世界においては無視できない存在だもんな。どうしたって無関係ではいられないか。まあいいや、何度も言うけどラビリスタは休眠状態で会話もできないから、さっさと顔を見るだけ見て朝ごはんにしよう。詳しい話は後でまとめて私がしてやるから。こちらが秘密結社ラビリンスの司会、ラビリスタ様でございますか。確かに異様な存在感のある方ですね。旧火山の火口を覗き込む気分でございます。私、何やら震えを感じますけれど、なぜでしょう。威圧感とともに不思議な親近感も覚えます。私、どこかでこの方とお会いしたことがあるような。赤ん坊の頃に出会った親戚と再会したような心地でございます。あのイリア様の古文書に、長老の私の父の名がセブンクラウンズの一人として記されていたことと何か関係があるのでしょうか。この方は私と因縁浅からぬ存在なのかもしれませんね。いろいろと問いただしたいところですが、幸か不幸か、ぐっすりお休みのようです。残念なような、ほっとしたような、複雑な心地でございます。主様、なぜなでなでするのでしょう。ふむ、そうでしょうか。感情を表に出すなど、私もまだまだ未熟者ですけれど、主様のお気遣いが大変嬉しいです。私は家宝者ですね。おーい、イチャイチャしてるところ申し訳ないけど、ラビリスタの顔を見るだけ見たら食堂へ移動するぞ。イチャイチャはしていません。いつも通りです。しかし顔を見るだけでございますか。せめて会話ができればありがたいのですが、ラビリスタ様はずっと眠っておられるのでしょうか。うん、この間の大規模破壊魔法を防ぐためにラビリスタは視力を振り絞ったみたいでさ、ガソリン切れでずっと昏睡状態なんだ。ガソリン、魔力が底をついた状態のようなものなのでしょうか。だとしたら安静にさせておくしか方法がありませんね。そうだな、一応点滴を打ったり魔力とかを補給するためにいろいろ試してるんだけど、今のところ成果はなしだ。自然回復するのを待つしかないっぽいな。どうも調べた感じラビリスタはマナ、あいつ今はなんて名乗ってるんだっけ。そうそう、ユースティアナだ。覚えにくい名前だよな。あの腐れ外道を抑え込むためにラビリスタは精神世界っていうか、なんかそっち方面であいつと戦ってるっぽい。迂闊にラビリスタを起こすとそれが中断しちゃう。私たちをまとめて皆殺しにしようとしたユースティアナまで一緒に復活する可能性があるってことだ。だから今はまあできれば放置したい。ユースティアナ、
ペコリーヌ様から立場を奪ったという極悪人でございますね。それが現状、私たちの最大の敵と言えるでしょう。ラビリスタ様がそんな邪悪な存在を抑え込んでいるという、今のうちに私たちはできる限り次の展開に備えなくてはなりませんね。そういうこと。私たちも今はそのために走り回ってる。お前らまで付き合わせたくないけど、できれば協力してくれたら嬉しい。はい、可能な限り。無意味様には命を救われた恩義がございますからね。何の話？爆破された馬車から助け出した時のことを言ってるのか。こっちも火傷の手当てとかしてもらったし、貸し借りなしって感じだけど。昨日も自爆する研究施設から私たちの手を引き、安全な場所へ避難させてくれたりもしましたよ。無意味様はまだかなり正体不明ですけれど、信頼できると考えます。私たちに害をなしたいなら、どこかのタイミングで見殺しにすればよかったわけですし。成り行きだよ。でもま、今は仲間だと思ってくれたら嬉しい。お前たちと共闘するって、私としてはちょっと夢にまで見た展開だよ。いつも楽しそうでさ、羨ましかったもん。お前らはもちろん、奥藤と二人で悪者として振る舞うのも最高に楽しかったけど、ほんとあの頃は何もかも輝いてた。穏やかで平和で賑やかで幸せだった。もちろん怖いこととか悲しいこととかもあったけど、今となっちゃ全部いい思い出だよ。ん？どういうことでしょう。うん、わかんないよな。その辺含めて後で説明する。もう朝ごはんもできた頃だろうし、食堂へ行こっか。承知いたしました。主様、いかがしました？じっとラビリスタ様を眺めてらっしゃいますね。寝姿などあまり見られたくないものでしょうし、凝視してはいけませんよ。あ、やー、そういうの気にしないと思うけど、ラビリスタざっくばらんな性格だし、お前のことは弟か息子みたいに可愛がってたみたいだしさ。やあ諸君、おはよう。気持ちの良い朝だね。といってもこのアジトは洞穴の中だから朝日も拝めないのは残念ではあるが、感覚でわかる。今日はきっと素晴らしい一日になると。こんな心よい日ならばネレカ様を救出するという難事も成し遂げられる気がするよ。むしろ絶好の機会だ。そうは思わないかな。ということで今すぐ王宮へネネカ様奪還のために赴こう。さあみんな、共に手を取り進撃しようじゃないか。言いたいことはいろいろあるけど、とりあえずお前は寝起きに見ると眩しいっていうか目に悪い感じだな。やぶから棒だね。なかなか辛辣じゃないか、ノエムちゃん。ありがとう。きついことを言われてこっちも目が覚める気持ちだよ。何を言ってもポジティブに解釈されるとあんまり逆に張り合いがないな。元気で何よりだけどさ、お前もまだ怪我が癒えきってないんだから無茶はするなよ。ネネカ救出の計画はちゃんと考案してる真っ最中だ。でも王宮は以前私たちが忍び込んでから警備を強化したみたいで難攻不落になってる。確実に救出作戦が成功すると断言できるまで辛いだろうけど待ってくれ。わきまえているよ。けれど気持ちは抑えがたい。生まれて初めてよく眠れない日々が続いているぐらいだよ。ネネカ様が心配でね。ああ、
ネネカ様、どうかご無事で、必ずこのマサキが救出してみせます。うん、そのためにしっかり準備は整えておけ。傷を癒して体力を回復させるためには美味しいご飯を食べるのが一番だ。ってことで朝ご飯にするから。今日の食事当番は誰だっけ？私ですが、今日はお客様たちのために自分たちがご馳走を作ると、しずるさんとりのさんが張り切って厨房に立っていますね。おお、ラジラジもおはよう。まさきと二人でおしゃべりしてたっぽいけど、何を話してたんだ？はい、私の知識にはまだ多くの欠落がありますので、まさきさんにいろいろ教えてもらっておりました。彼なかなか博識なようで感心します。褒められると面はゆいな。これでも私はネネカ様の助手として研究を手伝っていたから、学術的な知識は豊富だよ。そこそこ高学歴だからね。ああ、そういやお前は一応国家公務員だったっけか。今の世界観でその辺がどういう解釈されてるのかは分かんないけど、同じ人間だしな。知能レベルなんかがガラッと低下することもないか。ラジラジとかはほぼ完全に記憶喪失になってるから、赤ちゃんみたいに常識を落っことしてたりするけど。一応ご迷惑にならぬように、一般的な常識などは早めに習得できるように努力しております。まあお前ももともとセブンクラウンズだしな。頭が悪いわけがないから、ちょっと努力すれば私よりもお勉強ができるようになるだろう。ふむ、ラジラジ様とおっしゃるのですね。昨日は爆発する研究施設から脱出させていただき感謝いたします。あなたもセブンクラウンズなのでございますね。そういえば例の古文書にそれっぽい名前があったような。確かラジーニ、ラジニカーントと申しますよ、小さなお嬢さん。ラジラジとあだ名をつけていただいたので、そう呼んでいただけると幸いですが。承知いたしました。こちらも改めて名乗りましょう。私はコッコロ、この方は主様でございます。はい、よろしくお願いします。できれば末永く仲良くしてくださいね。今さら気づいたけど、ティアナ、あ、じゃなくてペコリーヌってやつはどこだ？姿が見えないけど、まだ寝てるなら起こしてこないと。ああ、彼女ならしずるさんたちを手伝って厨房で料理をしているよ。お世話になっている恩返しに朝ごはんを振る舞おう的なことを言っていた。そっか、あいつのことだけはよく知らないんだよな。どっかで見た覚えがあるんだけど、誰だったかな。諸君、ご歓談中に申し訳ないが、とりあえず着席してほしい。料理の皿を運ぶのに邪魔だからな。言うことを聞かないと蹴飛ばしてどかすぞ。おいおい、乱暴だな。しかしこの人数だと全員ちゃんと座れねえんじゃねえか。詰めればギリギリ入るだろう。ほら坊や、お皿はまだまだあるから、適当に配置しつつどんどん運んでいこう。はいはい、了解っと。お前らどこ行ったのかと思ったら料理を運んでたのか。ちゃんとお手伝いできて偉いぞ。まあ居候だしね、家事ぐらい手伝うさ。単に迷惑をかけるだけのお荷物になってしまうのは私の美学に反する。それにこういう日常的な行為はなかなか新鮮でね、それなりに楽しめているよ。窮屈で陰鬱な牢獄での日々に比べればまるで天国の暮らしだ。
私、お世話になってるお礼に存分に腕を振るいました。このラビリンスのアジト、なぜか立派な厨房があってびっくりしちゃいましたよ。あんなのランドソルでもめったに見かけませんよ。つい嬉しくなっちゃってね。たくさん料理を作りすぎちゃいました。やばいですね。家具や設備はマスターがオブジェクトの変更で作れるので、結構いいものを揃えられたんですよ。時間がなくて中身まで作れなくて、見た目だけのハリボテみたいなものも多いんですけど、マスターはお菓子作るのとか意外と好きなので、厨房はしっかりしてます。あの人クレープとかのお菓子作るの好きな割に、いつまでも腕前は上達しないけどね。なんでだろう、根本的に料理に向いてないんじゃない？不思議ですよね。でもまあ、スキーも慣れれば上手になるって言うじゃないですか。好きこそものの上手なれね、リナちゃん。おーい、おしゃべりしてないで、お前らもさっさと着席しろ。いただきますするぞ、みんなで一緒に。うん、でもこの人数が座ると手狭になっちゃうし、私たちは配膳係に徹するよ。あんまりぎゅうぎゅう詰めだと手とか動かしづらくて食べにくいからね。あ、ペコリーヌさんは普通に座って食べてくださいね。配膳とかお茶を入れたりとかは私たちにお任せあれ。うんうん、お客様なんだしね、ゆったりくつろいでほしいな。はーい、ぶっちゃけありがたいです。もうお腹ペコペコで。ペコリーヌ様、私の横にどうぞ。主様、ペコリーヌ様が座るスペースを作るためにちょっと詰めてくださいます。ありがとうございます。もう少し私に密着しても構いませんよ。あー、なんか相変わらずラブラブですね。いいな、家族って感じで。お、ちょっと聞き捨てならないかな。弟くんの家族枠はもう私とリナちゃんで埋まってるから。いや、家族が増えるのは大歓迎だけどね。どうしよう、リナちゃん、私たちしばらく地下に潜ってるうちに弟くんと疎遠になりかけてない？ここはお姉ちゃんらしさと妹らしさをもっと主張していくべき。そうですね、お姉ちゃん、そもそも血がつながってないので家族枠じゃない気もするな、みたいな疑問はあるけど、概ね同意見です。うんうん、さすがリナちゃん、話がわかる。ということで、お姉ちゃんの底力を見るがいい。ほらほら、弟くん、お姉ちゃんが食べさせてあげるね。あーん、わー、乱暴にしちゃダメですよ、お姉ちゃん。ほら、もうお兄ちゃんの口元が汚れちゃってます。ここは妹っぽく拭いてあげますね。ぐしぐし。主様にあんあんなどをするのは私の役目なのに。けれど私はあくまで主様の従者、どれだけ親身にしていただいても家族ではないのですから、部をわきまえるべきなのでしょうか。こっからちゃん、たまには自分の気持ちに正直になった方がいいですよ。ほらほら、遠慮してると彼を取られちゃいますからね。私は主様の所有物ですが、主様は私のものというわけでもないので、取るとか取られるとかそういう話ではございません。聞き分けが良すぎるのも考えものです。大事なものを失ってから後悔しても遅いんですよ。おっしゃる通りです。ではいざ。あ、主様。ん？あー、おっとさせないよ。お姉ちゃんの鉄壁ブロックを破れるかな。
ほら、今のうちに案内しちゃえ、ひまちゃん。ここはお姉ちゃんに任せて。いやいや、ちっちゃい子に意地悪しちゃダメですよ、お姉ちゃん。よくわからんけど、楽しそうだな、お前ら。大事な話をしたいから、ちょっと静かにしててほしいんだけど。ま、話は食事の後でもいいか。うむ、基本的に食事中におしゃべりするのはマナー違反ではある。しかしまあ、見事に女の子まみれのハーレム状態だな。男の子としてはああいうの羨ましかったりするのか、坊や。なんで俺に聞くんだよ。いや、この中で一番モテなさそうだからな。ほらほら、羨ましいなら私がしてやろう。殺すぞ。別に羨ましいわけじゃねえし、誰もそんなこと思ってねえから。必死に否定すると逆に嘘くさくなってしまいますよ。照れることはないぞ、若者よ。それは健康な男子としては当然の心理だ。よしよし、かわいそうな太鼓。私もあんしてやるから機嫌を直せな。ほらほら、うっぜー。なんでそう慣れ慣れしいんだよ、てめえらは。
いないと困るっていうか、いつでもピンチな時でも落ち着いてるから、いてくれると安心するっていうか。京香ちゃんもお兄ちゃんのことが大好きなんだね。好きとかじゃないから、違うから。みそぎは兄ちゃん好き。会いたいな。今頃どこで何してるんだろうね。そう、この時間だと起きて朝ごはんを食べてるとかじゃないかな。耳もお腹すいちゃってる。ママの朝ごはん食べたいよ。あ、みそぎお菓子持ってるよ。これ食べて、耳。ありがとう。でもお菓子ちょっとしかないし、耳が食べちゃうと京香ちゃんとみそぎちゃんがお腹すいちゃうから、3人で分けて食べようね。うん、もぐもぐ。うまーい。甘いの食べて元気が出てきた。みそぎはいつでも元気でしょ。でもイライラする時もあるけど、二人がいてくれて本当によかった。私だけだと絶対パニックになってたし。だけど本当になんでこんなことになったんだろう。確か昨日も私たちはみんなで遊んでたんだよね。3人でいつものように大人たちのギルドをまねっこして、確か並んでる馬車を見つけて、お城とかダンジョンとかを探索する冒険者ギルドごっこをして、こっそり馬車の荷台に忍び込んでみたんだっけ。それで宝箱発見とか言って、みそぎが荷台に乗ってた箱を勝手に開けちゃって、そしたらモヤモヤって煙が出てきたんだよね。それを思わず吸い込んじゃって、そしたら急激に眠気が襲ってきたんだ。それでそのまま寝ちゃったのかな。多分あの箱の中に眠くなっちゃう魔法の込められた何かが入ってたんだよ。そういうの社会人に需要あるって聞いたことあるし、そのまま3人とも寝ちゃって、馬車の人が気づかず出発して、ランドソルからちょっと離れたこんな場所まで連れてこられちゃったのかな。それで馬車の人が無賃乗車してる私たちに気づいて怒って放り出しちゃったのかな。それとも馬車が揺れて私たちが荷台から落ちちゃった。何にせよ自業自得な気がする。はあ、まあ無事にランドソルまでは帰れそうだからいいけど、次からはもうちょっと気をつけて行動しないと。京香ちゃんまた何か考え込んでる。こういう時に話しかけたら怒るからそっとしたか。あれ、何かなこれ。どうしたのミミ、何を見てるの。ん、あのね、なんかピョコピョコしたものが。ミミ、ダメ、それ魔物の尻尾じゃない。わ、ほんとだ、でっかいのがいる。っていうか、茂みの周りがいつの間にか魔物だらけ。ドドド、どうしよう、どうしたらいいの、怖い。落ち着いて京香ちゃん、魔物さんたちこっちに気づいてないみたいだから、シーってして隠れてれば多分大丈夫だよ。じゃダメだ、逃げよう。やつらどっかを目指して歩いてるっぽいよ。ここにいたらでかいのに踏みつぶされちゃうかも。
じゃあ逃げよう。やだ、死にたくない。うん、じゃあまずはネクラマシ。時は異様に頼もしいよね、二人とも。私がパニクリすぎたのかな。深呼吸してる場合じゃないよ。走って、ほーら、ダッシュダッシュ。ごちそうさまでした。はい、おそ待ちさまでした。みんなたくさん食べてくれてお姉ちゃん嬉しいよ。うん、たくさん食べたね弟くん。育ち盛りだもんね。もりもり栄養摂取して立派なジェントルマンになってね。皆さん、洗い物をしてきますのでお皿とかこっちにください。ありがとうございます。至れり尽くせりですね。あー、もうたっぷり食べて満足です。食後のお茶も美味しい。幸せ。はい、しかし疑問なのですけれど、どこから食材とか調達してるんでしょう。ここは町から離れておりますし、物資を手に入れるのも大変だと思いますが。普通にラジラジが空間跳躍して町の近くまで運んでくれるからな。馬車とかの乗り物を使わなくてもどこにでも自在に行けるんだぞ。実際すっごい便利だ。お役に立てて光栄です。便利すぎるからこそ今の王宮が空間転移などの魔法を独占して一般人による使用を禁じてるんでしょうね。軍事転用でもすればとんでもない優位性を得られますし。うん、敵の陣地に一瞬で自軍の主力を送り込んだりとかな。銀行の金庫にでも何にでも侵入し放題だし。ま、空間跳躍を防いだり瞬間移動してきた相手を捕らえる罠みたいな魔法もあるから万能無敵じゃないんだけど。うん、だからこそ王宮に囚われているネネカ様をその能力で助け出すのも難しいのだ。全くもって悩ましい。どうしたらいいのだろう。お役に立てず申し訳ありません。あなたが謝ることはない、ラジラジさん。そもそも敵の襲撃に抗えずネネカ様をみすみす奪われてしまった私の落ち度だ。はあ、無力な我が身が呪わしい。だが実際どうするんだ。ネネカとやらは私や坊やが囚われていた王宮の地下監獄に収監されていると推測できる。あそこは政治犯などを拘留するための厳重な牢獄だ。生半可な手段では破れないぞ。この私ですら普通に脱出するのは無理だった。うん、ちゃんと考えてるから安心しろ。ラビリスタが目覚めて手伝ってくれたら簡単なんだけどな。あんまり無理はさせらんないし。でもクリスティーナやラジラジもラビリスタと並び評されるセブンクラウンズなんだ。この世に不可能なんてないぞ。希望を捨てずに頑張ろう。あの、そのセブンクラウンズというのは何なのでございましょう。私なぜかとても気になっているのでございます。なぜか私の父の名も古文書にはセブンクラウンズとして記されておりましたし。そうなのか。何かお前とはただならぬ因縁を感じていたが、そういうつながりがあったんだな。お前の父は私と同質の存在なのか。
興味深い。あまりじろじろ見ないでくださいまし。クリスティーナさん、あんまりココロちゃんを怖がらせないでくださいね。むしろ怖がって不安に駆られて殺しに来ないものかと期待している。お前もその気があればまた刃を交わして愛し合おう、プリンセスティアナ。初めて会った時から疑問でしたが、なんであなた私の本名を知ってるんです？王宮の関係者も親族ですら私のことを忘れていたのに。陛下に聞いたんだよ。裏切られ殺されかけたのだ。もう陛下などと敬意を込めて呼ぶ必要もないか。言い直そう。あの忌々しいユースティアナにお前の話を聞いていたんだ。自分をお姫様だと思い込み、ユースティアナという名を語っているかわいそうな小娘だとな。それで目障りなので始末しろと頼まれていたので、先日お前と刃を交えることになったわけだ。いえ、偽物はあっちで、私は本物のユースティアナなんですよ。だろうな。それは薄々察していた。本物を殺して成り代わるのがあの忌々しいユースティアナの目論みだったのだろう。その真意まではよくわからないが、権力志向の強いやつだし、王座につきその立場を維持するために何でもやるのだろう。そういうところもギラギラしていて好ましかったのだがな。さすがに殺されかけてまで無邪気に慕うほど純情でもない。簡単に好意や敬愛が憎悪に反転するほど割り切れもしないが。おばさん、よくわかんねえけど元気出せよ。らしくねえぞ。おばさんと呼ばれるほどの年齢ではないと何度言わせる。死にたいのか。まあ慰めてくれて嬉しいけどね。ありがとう坊や。ともあれ今この世界では何かおぞましい陰謀が進行しているらしい。何もわからぬまま巻き込まれて潰されるのも尺なので、できる限り事態を把握しておきたい。うん、そのためにこうして情報を共有し合うための席を用意したんだ。クリスティーナやダイゴ、ラジラジやマサキにもまだちゃんと話してなかったけど、いろいろ一通りみんなに説明しておきたい。今から私がする話はお前らにはにわかには信じがたいかもしれない。私の願望や憶測、勘違いなんかも混じってるだろうしな。でもどうかまずは疑わずに聞いて、おのおので検討してほしい。そしてこの変わり果ててしまった残酷で恐ろしい世界での身の振り方を改めて考えてくれ。今この世界は悪意によって染め上げられている。何も考えずにただ現状を受け入れていると不幸になる。場合によっちゃ何もかも失って絶望の中で死ぬことになるぞ。どこから話せばいいのかな。ごめん、分かりづらいだろうけど聞いてほしい。お前らはこの世界に違和感を覚えたことはないか。不自然な地形、社会制度、歴史、なぜか異様に発達している武器、防具や攻撃魔法。普通に考えたら変な点を指摘すれば数えきれないぐらいだ。はあ、言われてみればその通りでございますね。同意いたします。普通に暮らしていくだけでも何かと不便ですから、日常生活を営むために最低限必要なもろもろも近年になってようやく慌てて用意されたような感じがいたします。それまで人々がどのように暮らしていたのか、
むしろまともに暮らせていたのか疑問に思ってしまう時が多々ございました。生活に必要がない武器などは異常に充実しているのですが、まるでつい先日まで誰もが戦争や危険な冒険を繰り広げていたようでございます。だけどそのような記録はありませんしね。なるほど、確かに奇妙な話です。なのに誰もそれに疑問を抱かない。ううん、自分自身で思い返してみても、そういうことを考え始めると思考が止まるというか意識できなくなっていましたね。明らかに変なのに疑問を覚えるたびに脳内で何か理屈をつけて納得してしまっていたというか、そういうものなのだから考えても仕方がないというふうに思考が停止していました。なんででしょうね、誰かに頭の中をいじられてるみたいで嫌な感じです。今でもまだそんなことよりもっと他に考えることがあるだろうみたいに自然と思考が逸れていっているような感覚があります。はい、主様がたくさん食べたら眠くなったのかうとうとしているのとかが気になっております。赤ちゃんのようです。主様かわいい。あ、主様のために寝床を用意しなくてはみたいなことばかりが頭に浮かびますけれど、今はそんなことを考えている場合ではないのですよね。そうだ、今はもっと大事な世界の秘密について考えてほしい。この説明で理解できるかどうかはわからないけど、私たちこの世界で生きている人々はほぼ例外なく集団幻覚を見ているようなもんなんだ。みんなが共通の歪んだ夢を見ているようなもんだ。夢？よくわかりません。だろうな。てか正確には夢っていうよりゲームの世界なんだけど、そんな表現をしたら逆に混乱しそうだ。まあ分かりやすさ優先で夢って言っておこう。まあやっぱりこういう説明とかは苦手だ。オクトーがいてくれたらな。あいつ口が達者だから全部丸投げでお任せできたのに。でも今はあいつはいないから、私なりに頑張って説明する。な、今私たちは夢を見ているんだ。そして目覚めることができずに夢の中に囚われている。本当の私たちにとっての現実は他にある。確かラビリスタがそんなようなことを言っていたが、お前らは変な夢を見たことがないか？私たちの知っているこの世界とは全然違うけれど奇妙に懐かしい世界で、泣いて笑って怒って普通に生きている自分たちの夢を。確かに覚えがあります。夢ですので曖昧にしか記憶しておりませんが、私はそこではよく似た別の名前や姿を持っていて、けれどそれを当然として疑わずに生きておりました。よもやあの夢が、あの夢こそが私たちの現実なのでしょうか。私たちが生きていると思い込んでいるこの世界こそが夢で、私たちが夢だと思い込んでいるあれこそが本当の現実。そのようなことがありえるのでしょうか。はあ、頭がクラクラいたします。だけど不思議となんだか納得感がありますね。私も何度かそういう夢を見ていますけど、その夢を見ている時の方がなぜか安心感があったというか、あ、これが現実なんだ、本当の自分なんだっていう実感があった気がします。私が己の立場や名前を奪われて
彷徨っているからこそそう思うのだと考えてましたけど、あの夢こそが本当の私の現実だったからなのかもしれませんね。そう、その感覚は正しい。嘘みたいな話だけど、それが事実だ。今提示できる証拠はないし、そんな思春期特有の妄想みたいなのをすぐ信じてもらえるとは思わないけど、私は超能力、特別な魔法みたいなものが使える。その誰にも真似できない力を活用して、全てが変貌した決定的瞬間に己の記憶を保護したんだ。突然だったから自分だけ守るので精一杯だった。今では後悔してるし悔しく思ってるよ。まさかこんな事態になるとは思わなかったもん。つまり無意味様はいわば本当の現実の記憶を持っているのですね。うん、突然だったし、あまりにも巨大な力が炸裂してさ、完璧には防御できなかったから記憶が抜け落ちてるところもあるんだけど、大体のことは覚えてる。絶対に忘れたくない大事な記憶だ。そんな存在この世界でも私ぐらいしかいないらしくてさ、私は本当のことを言ってるのに妄想をまくし立てる変なやつだって思われがちだ。でも私ほどじゃないにせよ、記憶がわずかに残ってたり思い出したりするやつもいてさ、このラビリンスの主界ラビリスタとかがそうだけど、今はそんな連中と協力してなんとかおかしくなった世界を元に戻そうとしてる。こんなの絶対に不自然なんだ。終わらせなくっちゃダメだ。奥棟に大事な相棒にまで忘れられたままなのは悲しいしな。ともかく現実と夢が入れ替わるような大変な出来事があったんだ。その瞬間から世界はガラッと変貌した。地形も何もかも、記憶や心の中身すら書き換えられて、改変されて世界は再構築された。夢が現実になり、現実は夢になって、その状態がずっと続いてる。だけど本来これはありえない状態なんだ。あちこち不具合も出てるらしくてさ、ロストやシャドウといった怪現象もそのせいで生じたバグみたいなもんだ。バグ？虫ですか？ああ、この言い方だと通じないか。まあ、何か世界の法則が乱れたっていうか、ぶっ壊れかけてるんだよ。このまま放置すれば何がどうなるかわからない。だから元に戻さなきゃいけない。この世界をあるべき姿に戻して正さなくちゃいけない。そして私たちは本当の現実に帰るべきなんだ。私はそう思ってる。ラビリスタとかも手伝ってくれてるけど、お前らにまでは強制はしないよ。人によっては辛い現実が待ってるかもしれないしな。でもいつまでも夢を見ているわけにもいかないだろう。ふむ、難解で奇妙な話ですんなりとは受け入れられませんが、事実だとしたら大変なことですし、ゆっくり考慮したいと思います。しかしなぜそのような事態になったのでしょう。大変な出来事があったとおっしゃいますが、一体何が。世界を反転させるような神のような所業を一体誰が何のために。それとも天才のようなものだったのでしょうか。ううん、この事態はある悪意のある人物が望んだ結果だと思う。それこそ神様みたいな、どんな願いでも叶えられる存在がいたんだけどな。そいつに
ある人物がおぞましい願いを叶えてもらったんだろう。その結果として夢と現実が反転したんだ。私はその夢が叶った現場にその瞬間にいたわけじゃないから、ある程度は推測で話してるけど、多分そうなんだ。輝かしい善意ある夢や希望を抱えて戦った者たちは力及ばず無残に敗れて、ヘドが出るような悪人が勝利した。そして願いを叶え、己の欲望を満たすために世界を作り変えた。今私たちが生きてるのはそんなバッドエンドの先に続いてる醜悪な蛇足の世界だ。もしやと思いますが、その悪人とは現在ユースティアナを名乗っているあの人物なのではありませんか。私から全てを奪ったあの告白に、今の作り変えられたという世界で一番得をして権益を貪っているのは間違いなくあの人物です。ここはあの人の願いが叶った世界なんでしょうか。その推測は正しいと思う。現在ユースティアナと名乗ってるあいつの本名は千里マナ。セブンクラウンズの一人、カイザーインサイトとして悪逆の限りを尽くした存在だ。お前やその仲間たち、そして私たちはあいつの野望を食い止めるために戦っていたんだ。そして多分力を及ばずに敗れたんだろうな。彼か？そんな物語に登場する勇者みたいな存在だったんですか？ちょっと納得しちゃいます。何かいつでも運命の中心にいるっていうか、たまにすごくかっこいいですもんね。私も彼と一緒に戦った仲間だったりするんですか？だって今の改変されたっていうこの世界ではこんなに仲良しですし。いや、ごめん、残念だけどお前のことは知らないんだ。少なくとも私は世界が変貌してから初めて会った。そっちのコッコロっていう子も同じだ。こいつは主に他の女の子たちやフィオっていう妖精みたいなのと一緒に戦ってたよ。なんで今その子たちじゃなくてお前らと行動を共にしてるのかわかんないぐらいだ。そのぐらいこいつと仲間たちは強い絆で結ばれてたよ。え、あ、そうなんですか。ちょっと、すごく残念です。いやでも、仕方ないですね。書き換えられたっていう世界でこうして巡り合えたことを幸運と思いましょう。その彼の大事な仲間たちにとっては私たちお邪魔虫なのかもしれませんけど、彼を横から奪ったようなものなのかもしれませんけど、そう思うと許せないですね。何かしょんぼりしちゃいます。この世界はおかしくなってるけど、こうして出会ってお前たちが紡いだ絆が嘘だったってことにはならないよ。そんな風に気休めを言ってやることしかできない。いえ、すみません、話の腰を折っちゃって。全部忘れて世界が変貌してもまた巡り会えて仲良くなれたなら運命的だなって、おとぎ話みたいだなってちょっと思っただけです。そういうの憧れだったんですけどね。ペコリーヌ様。あの、すみません、今グラッと揺れませんでした？確かに。それにアジトの外に仕掛けてる警報が作動してるな。迂闊だった。いろいろ話すのに夢中で気づくのが遅れた。ラジラジ、ちょっと空間跳躍して外の様子を見てきてくれるか？承知しました。少々お待ちください。な、何事ですか？わからん。警報の誤作動とか
勘違いだったらいいんだけど、私たちの場合そんな平和な展開が待ってるって期待しちゃダメな気もする。みんな何があっても大丈夫なように身構えておいてくれ。まだまだ話すべきことはたくさんあったんだけど、悠長にしてられない事態かもしれないしな。しずるとりのも皿洗いとかは後にしてこっちに来い。全員集合。ヤバそうだったらすぐ逃げられるように準備だけはしておこう。ただいま戻りました。ラジラジ、ちょっと時間かかったな。何かあったのか？外の様子はどうだった？はい、非常事態です、ノエム。このラビリンスアジトの周囲に無数の魔物がうごめいているのを確認しました。それにナイトメアとおぼしき武装した軍隊も。現在我らはそういう外敵によってぐるりと包囲されている状態です。戦力差は歴然です。早めに避難しなければ我らは全滅させられてしまうでしょう。魔物に軍隊？大変じゃないか。いつまでも隠れ続けられるとは思ってなかったけど、意外と早く見つかったな。ナイトメアが出張ってきてるってことは敵は王宮で間違いなさそうだな。まったく毎度毎度しつこい連中だ。脱獄させたダイゴたちを追ってきたか、反政府的な動きをしてるラビリンスを潰しに来たか、何にせよ話し合いでどうにかなる段階はとっくに過ぎてる相手だ。でも想定してなかった事態じゃない。早めに荷物をまとめて脱出するぞ。お前たちもついてきてくれ。話の続きはまた今度な。うん、今のお前は物分かりが良くて助かる。記憶喪失になる前は割と反抗的だったもんな。ま、あの頃は敵対してたから仕方ないんだけど。もう平和な時間は長くは続きませんね。戦闘になるかもしれないので準備運動をしときましょう。あのラジラジ様の空間跳躍とやらで脱出できないのですか？それなら話が簡単かと思われますけど、いかがでしょう？それが問題発生です。申し訳ありません。どうもこの地域一帯の空間に魔術的な罠が仕掛けられていたようで、今外の様子を見に行った際に私は深刻な損傷を被ってしまいました。死ぬほどのものではありませんが、しばらく空間跳躍は不可能かと。さすがに敵さんも対策を練ってきたか。本当に便利な分ラジラジの空間跳躍を安易に使いすぎちゃったな。でもまラジラジはセブンクラウンズ、特別な存在だ。永遠にどんな場所でもその権能を封じられるわけがない。とりあえずラジラジを回復させつつ安全圏まで普通に敵を突破して脱出、空間跳躍が可能な場所まで逃げ切ったら他のラビリンスの隠れ家に避難ってところが無難か。おいおい、弱腰でね。逃げるのは性に合わねえんだけど、敵の戦力によっちゃサクッと全滅させてもいいんじゃねえのか。いつまでも追いかけ回されても鬱陶しいし、蹴散らしちまおうぜ。難しいでしょうね。多勢に無勢ですし、建築物のごとき超大型の魔物もいました。私への対抗策を練っていたことからも推測できますが、敵は確実にこちらを殲滅しうる戦力を用意してきたと考えるべきでしょう。まともに戦うのは愚策です。あまり賛成できません。お前たちお客さんもいるしな。無理して戦うべきじゃない。逃げるは恥だけど、さっさと尻尾を巻いて撤退しよう。納得してくれると嬉しい、ダイゴ。てくしゃにね。でも避難するならラビリスタってのも運び出さなきゃダメじゃねえか。俺ちょっと行って回収してくれ。そうだな、ラビリスタとやらはこちらの要。
失ってはならない大事な重柱だろう。なぜかはわからないが、個人的にもあれが死んだり傷ついたりするのを見たくない。お前ら改変される前の世界じゃ友達だったみたいだしな。なんとなくその記憶が残ってるんだろ。やはり前世のことを言われているようで、あまりピンとこないな。まあいい、雑談していないで脱出しよう。ラジラジとやら自分で動けるか。あれなら特別サービスで私が抱っこして運んでやるが。お構いなく、普通に動く程度なら問題ありません。ネネカ様をさらった恩敵に背を向け、逃げなくてはならないのは歯がゆいが、まあ戦局を見誤って無駄に命を落とすよりはよいか。ここは死に場所ではない。せめてネネカ様を救出するまで生き恥をさらさなくては。みんな脱出の準備は OK？ こっちに非常時の避難経路があるんだ。お姉ちゃんが案内するね。こっちです、こっち。早く、禅問答は忙しいってやつです。禅は急げって言いたいのかな。よし、じゃあ避難しましょう。はい、コッコロちゃんも私の後ろにいてくださいね。この身を盾にしてでも絶対に守ってみせますよ。全てを奪われたはずの私が奇跡みたいに巡り会えた大事なお友達ですから。貯金ないからクリーニング代もバカにならないのに。嘆いてないで急ぎましょう。お姉ちゃん、この洞窟を抜けるのは敵も予想外でしょうし、そのまま安全圏まで脱出できるはずです。いや、どうもそう簡単にはいかないようだぞ。見ろ、厄介そうな魔物がうようよしている。待ち伏せか野生の魔物か判別しづらいが、どうも殺気立ってるし素通りさせてはくれないだろう。まあこの程度の数の魔物でこのクリスティーナ・モーガンの行く手を阻めると思っているならお笑い草だがな。坊や、どっちがたくさん魔物を倒せるか競争しようか。そんな悠長なことを言ってる場合じゃなくねえか。敵はすぐにでもアジトに突入してくる。そこがもぬけの殻だったら俺らを捜索するだろう。敵は数が多いっぽいし、人海戦術で探されたらすぐに見つける。魔物といちいち戦って手こずってたらすぐに追いつかれて挟み撃ちにあっちまうぜ。おお、意外と頭が回るんだな坊や。ちょっと見直したぞ。へっ、こちとら荒ごとで飯食ってる喧嘩屋なんだよ。九九の計算とかは苦手だけどね、戦闘に関しちゃ任せとけ。九九、できないのか。大丈夫か。家庭教師してやろうか。ものの例えばよ、九九ぐらいできるのはバカにすんじゃねえぞ。仲良しで結構だけど、のんびりしてる場合じゃない。ちょっと強引にでも急いで魔物の群れを突破するぞ。ここは私に任せとけ。おお、もしかしてノエムちゃん、あれを使うつもり？うわ、待ってました。かっこいいところを見せてくださいね、ノエムちゃん。何の話でしょうね。ですよね。何やら楽しげでいい雰囲気ではありますけど、よければ私が王家の装備をフル出力にして魔物をなぎ倒しますよ。お腹空いて動けなくなっちゃうかもですけど。
大丈夫大丈夫、ここは任せとけ。まだ危険な橋を渡る段階じゃないしな。これから安全圏まで脱出しなくちゃいけないんだ。体力は温存しといた方がいい。みんな一旦下がってろ。派手な奴はぶちかますぞ。検出せよ天狼破断剣。道を開けな魔物ども、大悪党の破壊だ。天狼破断剣だ。改変される前の世界での私の主力武器データいじって無敵の強さにしたチート性能の一品だぞ。天狼破断剣は世界の改変の際にシステムと齟齬が生じたのか失われちゃったけど、ラビリスタがその剣能を発揮してこうしてレプリカを作ってくれたんだ。普段は異空間に収納されてるけど、私が望めばいつでも呼び出せる。多少本物よりは性能が劣化してるけどな、そこは私の技術と経験、あと根性で補う。前の世界ではまともに扱えなかったけど、今の私なら存分にこれを震えるぞ。魔物ども、命が惜しければ道を開けろ。って言っても単なるデータでしかないお前らはプログラムから外れた行動はできないんだろうけどな。データだから命もない。お前らは生き物じゃない。だから容赦なくぶった切れるぞ。覚悟、世界一の悪党の剣さばきを存分に堪能してから蒸発しろ。どーりゃ、衝撃波を浴びただけでぶっ倒れそうです。やばいですね。おお、美しい、素晴らしい輝きだねどんなもんだ。道は開けた。魔物の群れの中に空白地帯ができたぞ。あそこを突っ切る。近づいてくる魔物は私がやっつけるから、みんなは前だけを見て全速力で走れ。さあ行くぞ、黙って私についてこい。しまって無駄に体力を浪費してしまいましたし、ずいぶん時間もかかったようです。もう日が沈みそうですね。おや、ハルジ様、大丈夫でございますか？ぐったりしてますね。ダメですよ、もうちょっと鍛えないと。しょげないでください。恐ろしい敵から追われてるって緊張感もありましたしね。ぐったりしちゃうのも仕方ないですよ。みんな一旦止まれ。いや、どうしました？最悪だ、どうもこっちの行動が読まれてたらしい。見ろ、周りが敵だらけだ。嫌になるぐらい隙なく布陣してるぞ。通り道にした洞窟の魔物も全滅したわけじゃないから、引き返すこともできない。逃げ場がない。そんな嘘でしょ。ラビリンスアジトからの脱出経路は誰も知らないはずなのに。そもそもアジトの位置もかなり厳重に隠してたのに、あっさりバレたみたいですしね。敵さんどう
も半端じゃないぐらいの情報収集力です。敵は王宮、国家権力そのものなんだっていう嫌な事実を実感しちゃいます。人員と資金を惜しみなく使えばこの世に不可能はありませんね。本当に周りが敵だらけ、まさにフクロウネズミってやつです。どうしましょう。フクロウのネズミね、リノちゃん。私はナイトメアに所属していたから経験として理解しているが、あのギルドは治安の維持、犯罪者の撲滅なども職務のうちだ。捜査に関しては最先端の技術を持つ、高度な探査魔法などを広範囲にかけて私たちの避難経路や現在位置を割り出したんだろう。かなり入念に準備した上で仕掛けてきたようですね。見渡す限り魔物の群れや軍隊で埋め尽くされていますよ。おそらく国家間の戦争レベルの物量です。だよそれ、そこまでするか。俺らが何したって言うんだよ。食卓で交わした会話の通り、敵の親玉がこの世界を改変した張本人ならば、ラビリンスおよび我らはその牽制に逆らう目障りな存在だろう。世界の謎に近づこうとしているのだから、まあ放置はしないだろう。このように積極的に潰しに来て当然だ。権力は人から優しさや人間らしさを奪ってしまう。うんざりするほど見てきたよ。どうする？包囲されて絶体絶命という状況だが、玉砕覚悟で戦って敵陣を突破し脱出するか、それとも諦めて降伏するか。後者は選びたくないがな。またあの退屈な牢獄に戻るぐらいなら、戦場で死に花を咲かせた方が100倍マシだ。俺も同意見だぜ。俺軍隊だろうが魔物だろうが怖くねえぞ。やってやるよ、みんなまとめてぶっ潰してやる。おーい、鼻息を荒くしてやる気満々なところ申し訳ないけど、ちょっと僕たちの話を聞いてくれるかな。やあ、また会ったね、ムイミちゃん。元気そうでよかった。君が死んでたら、大事なブローチを回収するのが難しくなっちゃうし。そう睨まないでよ、怖いな。女の子は、笑顔の方が可愛いよ。おやおや、私には挨拶してくれないのか、オクトーの坊よ。散々世話をしてやっただろうに、礼儀を知らんやつだな。なんでこんな場所にいるのかはわからんが、私を不愉快にさせると後悔するぞ。言いたいことは山ほどあるけど、ごめんね。あんまり出しゃばったら上の人に怒られちゃうから、一旦僕は引っ込むよ。さあ陛下、あとはよろしく。陛下、まさかマナが、ユースティアナが復活したのか。オクト、故障は正確にすべきです。私はあくまで陛下に全権を一時的に委譲されただけの存在、過剰に媚びへつらう必要はありません。無論逆らえば厳罰に処しますが。え、キャルちゃん？キャル様？はい、私はキャル、国王陛下の代理人です。本日は反政府組織ラビリンス及びそれがかくまう重犯罪人たちを殲滅しに参りました。おとなしく降伏するならよし、もし抵抗を続けるなら一人残らず抹殺します。な、何を言ってるんですか、キャルちゃん。どうしちゃったんですか。抹殺って、何
なぜそのようなことをおっしゃるのですか。お優しいキャル様が私たちを害するわけがございません。発言は許可していません。1分間待ちましょう。その後降伏の意思が認められない場合、国王陛下のご意思、つまり法によってあなた方を処刑します。よく考えた上で賢明な判断をすべきですよ、ペコリーヌ、コッコロ。我らに逆らい続けるなら生きて帰れる保証はいたしません。経過しました。今一度最終確認いたします。降伏するつもりはないと判断してもよろしいでしょうか。今なら全員陛下の恩情によって命ぐらいは助けてあげますよ。未だ昏睡状態の陛下がお目覚めになるためには大量の魔力や生命力が必要なのです。皆さんを捕獲し魔法装置につなぎ陛下を復活させるための苗床にしましょう。キャルちゃん、本当にどうしちゃったんですか。しばらく姿が見えなくて私たちとっても心配してたんですよ。なんでそんな悪者か敵みたいに私たちを脅して虫けらみたいに扱うんですか。私たちは友情を、大事な絆を結んだお友達のはずでしょ。ねえキャルちゃん、恥ずかしがり屋の可愛いキャルちゃん、あなたの言ってることは全部いつもみたいな照れ隠しでしょ。本当は私たちのことを大事に思ってくれてるんでしょ。降伏の意思はないようですね。では約定通り皆さんを殲滅します。ナイトメア進軍せよ。魔物たち、奴らを食い殺せ。キャラちゃんねえ、全部嘘で冗談でしょ。ペコリーヌ様、おやめください。今のキャル様は明らかに様子がおかしいです。私たちのよく知るキャル様ではございません。そういえばキャルちゃん、見た目がちょっと変わってますね。なんでしょうあの不気味な仮面は。まさかあの仮面をつけているせいでキャルちゃんは変になってるんでしょうか。あれは洗脳装置か何かですか。そうとしか思えません。だってキャルちゃんはあんなひどいことを言うような子じゃないですから。私がどんなおバカなことを言ってもちょっと怒るだけで許してくれましたよね。これまではずっと冗談を言い合って笑い合って仲良くしてきたお友達です。あの仮面に、洗脳装置によってキャルちゃんは操られてるんです。多分陛下って呼ばれてるあいつに、私たちの敵に。ユースティアナ、ううん、本名は千里マナでしたっけ。あなたは私から名前や立場だけでなくお友達まで奪うんですか。何の権利があって理由があってそんな悪いことをするんですか。あ、ペコリーヌ様、いけません、飛び出しては。周囲は魔物や兵隊だらけです。一人だけ突出しては取り囲まれて一巻の終わりです。だってあの仮面をひっぺがさないと、キャルちゃんを取り戻さないと、助けないと。いけません、ペコリーヌ様は我を失っております。周りも見えていないご様子。それでは本当に死んでしまいます。主様、ペコリーヌ様を止めましょう。そしてどこかへ逃げ。心配をしてる余裕はないかもよ。敵が一斉に攻撃してきた。みんな
士や魔法使いを優先的に倒して。はい。でもさすがにこの数はさばききれませんよ。あれ、群がってくるんじゃねえ、雑魚ども。闇雲に戦ってはダメだ、大悟くん。合流し背を預け合い、死角を補い合って一点突破で脱出するしかない。やれやれ、すりつぶされる寸前のリンゴになった気分だ。戦闘は好きだけどね、一方的に蹂躙されるのは心よくはないな。みんな集まれ。天狼破断剣をまた召喚して敵を切り崩す。そこから脱出するぞ、早く。皆さん、なるべく私のそばに。最悪の場合、意地でも空間跳躍をして皆さんを脱出させます。死ぬぞバカ。せめてもうちょっと敵から離れて、空間に仕掛けられた魔術的な罠の薄いところを選ばないと。お待ちください、ペコリーヌ様が飛び出してしまっております。あの方を引き戻さないと。私たちだけ脱出はできません。最悪の場合、彼女を置き去りにすることも考えるべきだ。酷なようだが、全滅するよりマシだろう。そんな、私納得しかねます。そうでしょ、主様。主様、どこをご覧になっておられるのでしょう。あの子たちは何だ？どうしてこんな場所にいる？敵の仕掛けた何らかの罠でもなさそうだが、偶然戦場に踏み込んでしまった迷子か。なんとまあ間の悪い。うん、主様、あの子たちとお知り合いなのですか？リトルリリカル。ええ、見殺しにはできません。幸いさほど遠い場所にいるわけではありません。目の前の魔物を何匹か倒せば手が届く距離でございます。主様、私獅子奮迅の活躍をいたします。魔物は引き受けますから、子供たちを救出してくださいまし。ええ、偉大なるアメス様、どうかコッコロにご加護をお与えくださいまし。状況が混沌としてきたな。しかもどんどん悪化している。ぐちゃぐちゃの状況は嫌いじゃないが、さすがに早めに方針を決めて動かなければドツボにはまるぞ。問題なのは飛び出してしまったティアナか。あれは好敵手だ。こんなつまらん状況で失いたくはないな。プリンセスティアナ、姫君ならばたまには下々の要求を聞くものだ。無謀な行動は即刻やめて、こっちに退避してこい。合流し協力して窮地を脱するぞ。私の本名を呼んでくれるのは嬉しいですけど、すみません、ここは引けないんです。私自身の決断です。みんなに迷惑はかけませんから。最悪の場合、私を置いてみんなだけでも逃げてください。わあ、勇ましいね。でもちょっと無謀すぎるかな。ナイトメアのみんな、あの子を死なない程度に痛めつけて取り押さえてね。できれば生け捕りが望ましいって話だから殺しちゃダメだよ。ん？坊や、なんでナイトメアを顎で使ってるんだ？
見覚えのある私の元部下もちらほらいるが、どんな魔法を使った？魔法じゃなくて権力かな。クリスティーナさんが投獄された後、ナイトメアはその後釜を探しててね、僕に白羽の矢が立ったんだ。僕も貴族で家の事情とかあるし、断りきれなくってさ。まあクリスティーナさんの代わりに働いてあげてるんだから、むしろ感謝してほしいんだけど。私の後任としてナイトメアの副団長になったのか。それは大出世だな。先輩として誇らしく思うよ、北東の坊や。ありがとう。副団長への就任祝いとして、あんまり抵抗せずに捕まってくれると嬉しいかな。クリスティーナさんってどうも陛下のお気に入りっぽいし、ラビリンスの構成員を何人か手土産にして帰ってくれば、脱獄とかの罪も許されるかもよ。願い下げだな。誰が好き好んで自分を殺そうとした人間の元へのこのこ帰るか。もう黙っていろ坊や。可愛いお前を切り殺したくなってしまう。はいはい、黙ってますよ。ぶっちゃけ僕も本当はこんな血生臭い仕事はしたくないんだけど、だからあんまりやる気もないんだけど、新入りだし公務員だし、お上には逆らえないんだよね。北斗、お前それでいいのか。偉い奴の言いなりでいいのか。悪党が従うのは自分自身か、それと同等な相棒だけだろう。君に僕の何がわかるのかな、ムイミちゃん。助けに来てくれたんですね。ちょっと見直しました。私は大丈夫ですから。ミミとみそぎを。何のつもりですか。抱き上げないでください。お見事です、主様。そのまま彼女らを連れてこちらへ。急げ。どうにか敵の戦列を切り崩せたぞ。こっちに来い。はい。敵はどうもあのキャルという方を中心に動いています。遠ざかれば危険度は低下していくでしょう。逆方向に逃げますよ。そういえばキャルには魔物を操る力があるようだったね。距離を取ればその支配権、影響力が薄れて、少なくとも魔物は動きを鈍らせるはずだ。どういうことでしょう。キャル様にそのような力があるなど聞いたことがございませんが。お前たちには言えなかったのだろう。私にも詳しいことはわからんが、あれでなかなか複雑な娘のようだ。よし、近くにいる魔物は軒並みぶっ倒してやったぜ。どんなもんでくれ。今が好機。ペコリーヌさん、戻ってくるといい。一緒に脱出するぞ。すみません、もう少しでキャルちゃんに手が届くんです。キャルちゃん。ここまで接近されるとは予想外ですが、私は国王陛下の代理人です。あまり侮らないでほしいですね。死になさい、ゾクト。私の魔法で消し済みにしてやりましょう。キャルちゃん、お願いだから正気に戻ってください。この距離でかわしますか。ですが、全ては避けきれませんよ。反逆者ども、ここを
陛下の意向に平服しなさい。やばいですね。思いっきり被弾しました。お腹痛い。でもお腹が破けてもいい。ご飯が食べられなくなってもいい。キャルちゃんが元に戻るなら、また笑い合える日が来るなら、何があっても後悔しません。ユースティアナ・フォン・アストライア。陛下の名を語る不届き者、消えなさい。ペコリーヌ様、誰の句なのかしらね。素直な言葉、素直な笑顔、あいつの全部がイラつく。事態でございます。ペコリーヌ様、あんな至近距離から攻撃魔法を食らって無事で済むわけがございません。生きてらっしゃいますよね。早く助けなくては。お前たち、もう限界だ。かわいそうだが、ティアナのことはもう諦めろ。お前たちまでやられるぞ。一緒に来い。グズグズしていると本当に全滅する。でも、けれどペコリーヌ様が。残念でしたね。何のつもりかは分かりませんが、この仮面は単なる魔力の増幅器ですよ。たとえ取り外されても、私自身の魔力で攻撃魔法ぐらいなら放てます。標的1名確保。拘束し、応急地下監獄まで搬送してください。残りもさっさと捕らえましょう。絶対に逃がしません。無知猛舞なる逆賊ども。あ、陛下、この世界から海を取り除き、害虫どもをしらみつぶしにして、あなたの権勢を盤石なものとしましょう。そのために、理想のために、私の命を消費させてください。叶うなら、あなたの築く夢の千年王国の栄誉ある住民にしてください。それだけが望みです。私の生きる意義なんです。
全世界を巡るライブツアー初日、まさか魔物が現れるなんて。こういう時こそ戦うアイテムの出番だね。チカ、紬、行くよ。次回プリンセスコネクトリダイブ第9章、狙われたライブ。もう一度君とつながる物語、私たちがみんなを笑顔にしてみせる。どうしよう。一体何が起きてるの？私の声が聞こえる？聞こえるなら返事して。どういうこと？なんで急にあいつのことが見えなくなったの？もしかしてあいつが死んじゃったとか？いや、あいつが存在ごと消し飛ばされない限りつながりは残るはず。何かに遮断されてる？私とあいつのつながりを一時的に断ち切る魔法みたいなものを使われた。でもそんなことって可能なの？今まではこんなことはなかったのに。いや、所詮は私も神様じゃない。この世界の法則からは、プログラムからは逃れられない。私の存在を認識した何者かが私とあいつがつながれないように妨害してる。そうとしか思えないわ。あー、もう！無事だったのね。よかった。で、アメス様って何よ。変にへりくだっちゃってさ。私とあんたの仲じゃないの。気軽に呼び捨てにしてよ。それはともかく。ねえ、一体何があったの？あんたが今置かれてる状況について説明して。ごめんね、なぜか一時的にあんたのことが見えなくなってたのよ。だから全然状況がわからないの。なるほど。むいみちゃんにいろいろ教えてもらって、あんたはついに世界の謎に迫り始めたわけね。それ自体はすっごく喜ばしいわ。でも説明も半ばのうちに、様子のおかしいキャルちゃんを中心にした魔物や軍隊に襲われて、あんたは絶体絶命のピンチに陥ったわけね。空間跳躍を防ぐ罠を仕掛けたりとか、敵は今回かなり本腰を入れて攻めてきたみたい。多分あんたに助言を与えてる私の存在も気取られて、一時的につながりを断ち切られちゃったのね。完全にしてやられたわ。敵は本気であんたたちを潰しに来たみたい。どうにか生き残れただけでも万々歳だけど、これから先はさらに過酷な戦いが繰り広げられそう。どうもペコリーヌちゃんはかわいそうだけど敵に捕獲されちゃったようね。生け捕りが目的だったみたいだし、しばらくは命を奪われることもないだろうけど、楽観はできないわ。あんたはどうやらむいみちゃんたちと一緒に安全圏まで脱出できたようだけど、敵は今後もあんたたちを付け狙うだろうし、しばらくは平和な暮らしは望めなさそうね。でもどうか希望を捨てないで。敵もユースティアナこと千里マナも神様じゃないわ。魔力も何もかも無尽蔵に使えるわけじゃない。まずは耐え忍び、反撃の機会を見計らいなさい。今はそれだけしか言えないわ。ごめんね。無力であんたを守れなくて、私自分が情けないわ。うん、泣き言を口にしてる場合じゃないわね。私も私にできることをする。あらゆる手を駆使してあんたの助けになるわ。だからあんたもめげないで頑張ってね。どうか負けないで。私はいつでもあんたの味方よ。